ノヤイ・イヒエンベルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベラマイスナー郡に属す、町村である。ノヤイ・イヒエンベルクは、ヘッセン州、チューリンゲン州、ニーダーザクセン州の三州境界、カッセルとゲッティンゲンとの間に位置している。ノヤイ・イヒエンベルクは、北は、フリートラント、東は、ホーエンガンデルン及びボルンハーゲン、南と、西は、ビッツェンハウゼンと境を接する。この町は、 ベルゲ、ノイエンローで、アイヒエンベルクバーンホーフ、アイヒエンベルクドルフ、ヘーベンハウゼン、ヘルマンローで、マルツハウゼンの7集落で構成されており、ベルゲ、アイヒエンベルク、ヘーベンハウゼン、ヘルマンローで、マルツハウゼンの5つの地区に分けられる。ノイアイヒエンベルクは、ヘッセン州の地域再編に伴い、1971年2月1日に、 それまで独立した町村であったベルゲ、アイヒエンベルク、ヘーベンハウゼン、ヘルマンローで、マルツハウゼンが合併して成立した。この町の議会は、15議席からなる。アルンシュタイン城。円形の尾根の上に立つのは、ハンシュタイン城、アイヒエンベルク駅は、旧南北線と、ハレ・カッセル線との接続駅で、カッセル、ゲッティンゲン、エアフルと、フルダを結んでいる。ドイツ鉄道、 カントゥス、エアフルト鉄道のローカル列車が発着している。この町は、ドイツ統一交通プロジェクトの鉄道6、アイヒエンベルクハレで、特に重要な位置を占めた。ありがとうございます。